1時間どうすれば前回ね、ご覧の通りね、前回素晴らしかったですよね、アイアンシンダレカップ第2戦か、今回第3戦になるかもうガン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 、いくぞ、よかったスタート、トップはスティールブレッタキュー岩田の順序で動いております。さあこの砂がワンミスで順位が一気に変わっていきます。さあ古賀が行きました。古賀そして転倒。さあ転んだぞ。さあもったいない。転ぶ前に降りて走ったほうがいい。そして渡辺おっと畑中伝統前転をかましたその運命山中が3位に上がっていく。畑中さんファイト。さあ前回のコースとは真逆のコースとなっています。第4位岡5位岩田と続きます。体温まるかもよ。お尻に刺さったんじゃない。ちょっと針がねつける前に、お尻の上に乗っとる。そして大町チケット曲がってくるわけ。大町上がっている。さすが2名は日本のトップ、ロードトップ選手大町チケットだ。さあプレーして入ってきたよ2人抜いて。さあどん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 3位に近づいてくる。さあ1位と2位の差が1分2秒と、さあ約20秒ほど毎周回ずつ20秒ほどね、後ろに差を開いてきております。じりじり開く1位と2位の差。そして竹内涼はまだタイムを縮め続ける。さあ空もねパラパラとしております。これがね路面どのように影響していくのか。若干ね降った方が走りやすくなりますこのコースです。さあここがね選手たちをどういう風に味方にするのか、それともその逆もありえます。
内田はくんぞ逃げろ。多分そこの声ではないかなと思われますが、さあ竹内涼くるぞくるぞ逃げろ。さあ今回何人の選手が走り切ることができるのでしょうか。さあやべえぞやべえぞがくるぞ。さあ古賀選手だったらやばいぞ、逃げろ逃げろ。さあ上がってくるぞ竹内涼が。さあ一人一人と抜いてくる。もう休んでる暇はない。もう反応解け、俺に道を開けよう。さあ竹内涼が来るぞ来るぞ。もう急がねえと、この周回出し切らないと後ろ抜かれるの。そしてストレート、ファイナルラップに入っていく。センターちぎられるぞ。そして抜かれる選手、道を開けろ。さあコバちゃんついてくついてく。さあついてくついてく。さあそろそろ試験に入ってくる竹内涼。さあ来るぞ来るぞ。さあ2名で捉えた地形を見る。後ろ後ろ後ろ。さあ竹内5分台行けるか。さあどうなる。そして道竹内の変動。さあそのまま登り切って下りに入る。砂山は下りに入った。さあ下りのままそのままそのまま乗って下る乗って下る。さあ前の選手はランニング。さあ大原逃げろ大原逃げろ。後ろから来るぞ古賀逃げろ。さあストレートマッチョ古賀も速い。さあどうなるどうなる。後ろから迫る竹内涼。さあ今確実に4名の選手抜かれなかった後ろが見えております。38 39 43 36 66